失礼いたします。私たちがこの刻印石を調べたときにですね、私たちは早くからですね、これは大阪城との関係がある刻印石であるということを早く認めてほしかったわけです。というのは私たちはここへ入って調べるたびにですね、そのこれはただならぬ石場であるということは感じておりました。そこでですね、いろいろこの何とかしてですね、これは間違いなしに石場であるということを言いたいためのいろいろの工夫をやってきました。で、日本のですね、城郭石学の代表的な北垣宗一郎先生や、それから、森岡さんはどこやったかよ、芦屋の教育委員会のですね、森岡先生という、日本を代表する方に入ってもらいまして、その先生にずっと見てもらいました。私はその横についてね、これは間違いないという一言をもらいたかったわけですけども、なかなか言ってくれませんでした。その北脇先生はですね、石場であるのは間違いないなと、刻印もたくさんあるなということまでは言ってくれるわけです。見た目ですからね。だけどもそれは江戸時代の石場であるということはなかなか言ってくれませんでした。で、2編目入った後でですね、手紙をくれました。それはどう言いますと、あれは石場に間違いないでしょう。なぜならば、今先生が話してきましたように、細川氏の残した細川家文書とほとんどのところは一致すると。だからこれは間違いないだろうなということをもらいました。森岡先生はですね、これは六甲の石切り場へたびたび入った方ですので、よく分かってるんでしょう。見るなりにですね、これはすごいなと、この石場はすごいですねと言われました。で、ただしですね、その先生が言ってるのはこう言いました。これはどういうふうにしようとしたんですかという私に聞くんです。というのは、早う市の指定でもしてくれたらいいなと思っておりますと。まあこれは地元の人の、許可、了承がなかったらいかんのですけど、と言うたら森岡先生は、市でいいんですかと、もっと上上げていいんじゃないですかとまで言ってくれた先生です。まあそういうわけで、私たちはなんとかここは本当に石場であるということを言いたいために、いろいろ努力してきたつもりです。これがこのプリント、私はこのプリントに基づいて話します。あるでしょうか、手元に。ここにですね、地形を利用した石材の搬送路となっています。ここで私が言う基本は何か言いますとですね、一つは市のですね、方から援助をいただきまして、プロの計測者がきちっとここを計測していただきました。それによってですね、非常にこの明確な答えが出てきました。これが一つです。もう一つはですね、先ほど言いましたように、この吉田家文書というのが時々出てきておりますけども、これは地元の文書がですね、探し求めていた文書が出てきたわけです。これ吉田家文書と呼んでおりますけれども、正式には吉田家の昭和の20年代の当主でありました吉田薫さんという方の名前がありまして、吉田薫家文書というようになっております。そういう文書がですね、出てきて、これは間違いないということの実証を得たと私たちは思っています。これが最初のここに書いてある図です。つまり刻印石が47個あると。で、刻印の印は、細川の刻印の印は4つあると。そしてそれは大阪城へ運ばれたということが確認されたということです。山井さん、あの写真と図ありますか、そっちに。大阪城、いや大阪城、こっちです。はい、ありましたか。はい、実は大阪城第2期 の修築の時に、細川家が大阪城で担当した石垣がこの左半分です。
ここに印がありまして、ここに供養、先ほどから何回見ました供養門というのがこう並んでおります。こちら側に丹後の山酒のですね、丸久の先出ましたね、運が並んでいます。ここが境なんです。これを図になりますとこうになりますけれども、そして、これが出て、その左側のところ、右側のところから本島の刻印と同じものが発見されたということです。これがまず第一の間違いない石が、本島の石が大阪にいたという印ができました。そして第2番目、今度はですね、だけどもそれは刻印石のことで分かったんであって、もっときちっとした証明はないのかいうのがですね、これが九州、その当時、豊前、いわゆる小倉に城がありましてね、あれから大分県側、あの辺に行った豊前と言いますけど、ここを治めていた39万石の細川氏の領地だったわけですけども、その細川氏がですね、ここへやってきたというのが、先ほど出てきました熊本に保存されている細川家文書の中の不審部というところの中にですね、主役島での採石状態の非常に細かい様子が出てきました。これが今 山井さんが紹介してくれたところです。驚くばかり詳しい資料です。今話しましたように、物売りから、それから遊女から、こう販売には遊女につきものですから、遊女とか、それから違反したものに対する処罰とか、その辺まで詳しいですね資料が出てきました。でそれによってですね、主役島の700人小倉からやってきた鉄砲隊、これはいわゆる作業員ですけども、が活躍した様子が生々しくそこに描かれているんです。これによってですね、いわゆるその主役島でもどこか分からなかったんですけども、刻印がこの場所にあるということによってですね、一致してきたわけです。これが第2番目の証明です。それから第3番目の証明はですね、そこにありますように、吉田家文書が出てきたわけです。つまり吉田家文書というのは本島笠島のですね、当時のあそこには本島主役関係は任命制と言った方がいいでしょうか。任命制が敷かれておりまして、その制度という言葉を学者は嫌って言わん人もおりますけれども、任命制が敷かれておりまして、その最初代表する4人の年寄りがおったわけです。その4人の年寄りの1人が吉田氏です。でこれは今でもですね、千勝寺というお寺の横にですね、その吉田さんのですね、お墓があります。そういうお墓がありまして、そういう吉田家文書の中にですね、あとで話しますように、非常にこの石を運んだ様子、生々しいって言っていい方がいいんですかな、詳しいですね文書が出てくるわけですね。こういうこの3つによってですね、ここは間違いなしに大阪城へ運んだ石の採石場であるということが確認したと私たちは思っています。でそれをですね、研究者の方に説明すると、それはもうそこまでよう基本的な3つがよう分かったなということを言われています。私たちはさらにそれをですね、もっと細かくしていこうとする、その一つがですね、今日話しましたように、石がどういう経路で下ろされたのかという話なんです。でその次返してください。資料があります。こういう資料が出てきますか。すみません、ここ置いてこうしてください。はい、こう置いてください。その図とですね、その図はカラーでなくて分かりにくいかも分かりませんけれども、今度のですね C からの援助によってプロの調査の方が入ってもらいました。そしてですね、この頃はすごいですね、計測の場合でもですね、このだいたい100メートル離れたところでその誤差、いわゆるどんだけ狂うかいう誤差がですね、5センチいないです。ほとんどが 2,3 センチの誤差しかないんです。だから実際基準点を決めて、そこから計測を始めて、この石のこの場所、この石の中でもこの場所がどこなんぼで、この石、その石のこっちの端がなんぼだという非常に細かい数字が出てきます。それは人工衛星から取る GPS というやつですね。あれによってですね、この地図、この作った地図ね、
これさえ大体ごまかしたのが分かるんです。あの地震見ると非常に細かいものが分かりました。で、私たちは等高線と今あるこれらの石が等高線どこにあるかということに注目しました。でここはですね、計測したところの伊方地区の範囲ですけれども、一つはですね、このこういうほとんどですね切石、長方形に切った切石がここには集中しています。下の方は切石がないんです。というのを運び出してしまったんです。いわゆる残されたんです。そういう残された切石がここに残っています。でこういうのがありまして、そしてこの切石がですね、このどういうふうなところにあるのか見ると一つの法則性が出てきました。規則性が出てきました。つまりそこに手元に渡したところのですね関係で、その刻印石がどの場所にあるかいう細かいところがこの今度の計測に分かってきました。そしたらですね、次のようなことが分かってくるんです。ちょっとこれ持っててくれますか。みんな高校1年生の陳の時間に戻ってください。ここに等高線を引いたとします。こっちが高んぼ、高い方です。こっちが低い方です。でこうなりまして、等高線がこう引き返します。これ等高線は5メートル、5本線ごとに太い線がありますけども、それは略しております。ともかく等高線の走る方向を書きました。さあどうでしょう。これで見ると谷はどう走りますか。つまりこっちが高い方です。だから境方に向かって尖ってる方、ここに谷筋が走るはずです。これでしたらこう走るはずです。こうですとこういうふうに走るということになります。でこれが谷です。それに対して こっちに向かって逆に高い低い方に向かって尖っているか伸びてるところね、これがいわゆる一般に言う尾根です。ね、ここで言うたらこれが尾根です。これが谷です。これが尾根です。尾根というのは下から見るといわゆる山の山嶺と言います。山嶺の走っているところですね。これが尾根です。私たちはこの石がですねどういうふうに運ばれたかというのはですね、ここの高岩坊の黒塔のところにたくさんの石が転がっておりまして、ここに石がゴロゴロと転がっているわけです。そして私たちはここを見ますとね、ああこの方向に石は運ばれたんだなというように最初思っていたわけです。ところが今度のですね計測によって違うぞというのが分かりました。石のほとんどはですね、ほとんどは尾根のところにこう分散しているんです。ここに大きな先ほど言った種石がありまして、これを割ったやつが中心になるんですけども、これを運び下ろすのが運びやすいと思ったら谷筋通るんかと思ったら違うんですよ。尾根のとこにあるんです。だからここの部分見るとですね、ここに 1,2,3,4,5,6,7,8 9つあります。9つのうちこの石だけが谷部にあります。あとはですね、こちら北側の尾根のとこに 1,2,3,4,5 5つあるんです。これは北部経路と書いています。皆さん分かるでしょうか。それからこちらになりますので、ね、中央経路が3つあります。だからこのね谷を挟んで両側の尾根にこう並んでいるので、ああこれは尾根を利用して石を運んだなというのがここで分かってきました。そしてですね、先ほど山井さんが出てきました対磁率というのがあります。つまり石が含んでいる磁力の問題です。これはこの頃便利な機械がありまして、道具がありましてですね、この石には必ずね磁鉄鋼を含んでるんです。どの石でも大なり小なり磁鉄鋼を含んでるんです。この磁鉄鋼は磁石と一緒ですから、対率を測ったらそこにですねなんぼ の強さの電力も磁力を持っているのがこう出てくるんです。それを見るとこの筋の石とこの筋の石が違うんですよ。つまりこの上の種石、こちらの種石の磁力に合ってくるわけです。これがこちらがね70から90ぐらいの私の分では出てきます。こちらは100ですね、100から120ぐらいの間の数字出てきます。ああ近くにあった石でもやはり種石の違う石の岩層によってそういう違いが出てくるということが分かってきました。これが大なんですね。下の方にどこから来た石かいうのがこれに大体分かってきます。
そういうわけで今話する中心は何か言いますと、磁力の問題なしに石は尾根を利用して運ばれているなというのが分かります。それで皆さんのこの地図をもう一遍見てください。今度は矢印を見てほしいんです。今度は矢印を見てください。そうするとね、こちらが谷、北経路です。仮につけました。ここに谷があります。そしてこちらが南経路です。これがどんどんこの尾根を通って置いています。この典型的なのはまだ今度計測しておりませんけど、この筋です。十字地銀のところは尾根のところにずっときちっと並んでいます。ここまで降りてくるんですね。これここに50メートルの道が走っています。ここまで降りてきます。ここまでが傾斜がきついです。傾斜のきついところは尾根を利用して下ろしているんだというのが分かりました。でここへ具体的にまた戻ってきます。ここへ行きますとね、割った石が谷のところに点々としてそう簡単に運べないわけですよ。ところがね、ここまで来ますと、ここまで尾根を来ますと、あるところから方向転換しましてこちらへ動いてきます。これからこう動いてきます。こちらの南側の中央の方のはこう降りてきて、尾根を降りてきて、ここで一緒になる。でここにですね、石を集めたと思われるような石の集積場が見られます。これ見られます。でところがここに何で集合して、ここの辺に来ますと谷はですね、もう石はありません。採石がありません。案外浅い谷で、ここのところでここを横切っているんですよ。谷を横切って今度はここにですね、ここにもう一つ人工的にね、山腹に作った道があるんです。私たちは通用路と呼んでいますけれども、山腹に作った道があります。ここからもね、どうも石を下ろしているのが点々と残っている石見て分かります。でここへ集合した石がね、ここからここへずっと下ろしてきます。点々と書いたのは、これは今後の調査によって分かるだろうと思う経路のところです。こういうふうに下ろしてきます。そうしますとね、なんでここに集合したか言いますと、実はここをちょっと見てください。この石はですね、ここになってきますと、ここの辺になってきますとですね、つまり100メートル過ぎてから90メートルから50メートルの間はね、深い谷になるしね、今度は大きな石が集まってるんですね。つまり谷を利用して運ぶことはできないわけです。でここの尾根はそこへ全部谷に入ってしまう。最後はだからこの尾根を下ろして一挙ったんではここでぶつかってしまうんです。そこでここを横切って、この黒い線で書いとるところの、みんな図にもありますけれども、ここのところへ下ろしましてね、ここから下へと運んでいるということが大体わかります。というのはこの道の旗には割れた石、途中の石が点々と残っています。そういうことによって石を運んでいた様子が分かってくるんですけども、もういっぺんここのところを話しますと、30度から40度の急傾斜のところでは尾根を中心に運ぼうと努力をしていると。しかしこの尾根が、ここの深い谷があって、ここを避けるために途中でですね、運送路を変更してこちらの山腹に作った通用の道のところへ下ろしてきて、これが石下ろしの道に変わっているということが分かりました。さあ時間が言うのはないんで悪いんですが、今後の調査としてですね、この下の方の調査に入ります。もうすでに分かったところがあります。この50メートルから下になりますと、非常に谷が幅広くなって緩やかになります。そこになりますとね、谷のところをですね、割った石を埋めて、その上に土をかぶせて、そして運んでいる様子がよくわかります。例えばこの石です。この石はですね、こう牧野さんが下見つけた石なんですけども、この石にはね、上流の鋳型の刻印が入っている石が谷の底から出てきています。というのを石を埋めてね、下この浅い緩やかなところになりますと、谷を埋めて土をかぶせて、特に段差のところにはたくさんの石を置いてかぶせているというのがね、もう部分的に見つかっています。またそのところどころには穴が開いてるんですよ。つまり下のところには石が埋まって、上に土かぶせたのが雨のために穴が開いてとか開いているということが、ますますこれがよく分かっていまして、今度市の方からもし援助いただくならば、この辺のところが分かってくるぞということを私たちは予想しております。これが運び方です。いわゆるこれはね、皆さんが見てああそうかになりますけどね、研究物見てでも
細かい定石が石がどう運んでどういう経路でどういう地形を利用してきたか運んでいたということは初めて分かったんで、他の研究物で私は今まで見たことありません。皆さんひょっとありましたらご紹介いただきたいんですけど、おそらくこんだけ細かく分かったのは初めてじゃないだろうかと。成果の第一番目です。それから第二番目の話します。それは文書の話です。そこに文書ないかな。はいはいはい。その資料の次のところにこの文書の印があります。これがですね、先ほどから何回も出てきました唯一地元に残る貴重な吉田家文書でございます。でこの文書が出てきまして、私たちはですね、なんとか研究者に間違いない石場であるという決め手を探したかったんです。決め手が出てきたのはこの文書なんです。でこの文書は吉田家文書のたくさんの文書がありますけれども、その中の約7通か8通だったと思いますけれども、にね、石場と関係する文書がありました。でこの第一番のこの場合にですね、写真と横に読み下しがあります。こういうこのこれなんですけど、これを拡大してみますけどね、これ見ますとここに口上、口の上とかに手紙だということです。それからここに一所申し出候、そのもと石場の何々義につき何々と書いてます。これはですね、どういうことか言いますと、そこに説明がありますけれども、ここに読み下し文があって、その下に説明があります。そこにはですね、あなたの石場で、所持にわたってお世話になったことを奉行の者から伝え聞いておると、とりわけありがたく存じているという、この小倉藩の家老の手紙なんです。そしてその次、ここが一番ポイントです。大阪へ医師、これ上格の石田のことですが、上席の石田のことです。医師を差し上らせるよう言われているので、おそらくこれ幕府から言われたんで、徳川幕府から言われたんでしょう、いるので、運賃船とこの中に書いてます。運賃船をの世話を確かにお願いしたいと、ここがポイントなんです。船を出してくれよということです。そしてその次にですね、次にわずかであるが、銀数2枚約3両だそうですけども、を差し上げたいと、いわゆる手付金でしょうか、心ばかりの であると書いてます。そしてその次に、これがですね、9月3日と書いてますけども、私たちが計算するとこれはでね、元和7年だろうと思います。元和7年というのは1621年です。1621年、幕府が開かれて21年しか経っていません。この頃にですね、この手紙があるということは大体推測できるんですね。でそういうふうに、こういう手紙が出てきました。これはね、私たちはこれなんで、手紙かと思いますが、大事なことです。あるね、文書研究者によりますとね、この手紙はですね、対等の手紙であると。下にここに顔がある。そしてここのところにですね、小倉藩のいわゆる細川藩の家老の名前が2人あります。そして顔を押すというので、普通家老が顔を押すというのは大変なことです。非常にこの相手に対する非常にこの敬いが、尊敬の情がこう出とるわけです。そしてその上の横のところにね、吉田彦右衛門殿となってるでしょ。そして彦右衛門殿の横に小さいごちゃごちゃと書いてもあるでしょ、左側に。これは何人か言うと、お宿どころと書いてもあるんだそうです。お宿どころというのは、これもあんたその人に対する謙譲語な、謙譲の言葉なんです。いわゆるお宿どころのという、あなたの立場の高い人たちに私たち家老はお願いいたしますというようなことで、この手紙の文章から見ると対等の手紙を出しておると。ね、そういうように非常にこの文書一つでもですね、相手に対する尊敬、つまりこれはどうしても運んでもらわないかんのですから、ね、そういうふうに相手を尊敬し頼んでいるというのがここで分かります。次のページ開けてください。これもですね、吉田家のご子孫である大家さんの承諾を得て初めて皆さんにご紹介いたします。
この手紙もですね、これは何か言いますとですね、ちょっと江戸城を出しててください。この手紙はですね、そこに読み下し文がありますようにですね、この石場で非常に世話になったということを書きます。その文章の中にですね、ちょっと難しい言葉ですが、文章の何行、1,2,3,4,5,6 行です。向かい笠島というのがね、かとひらがな書いてるんですが、難しいでしょう。向かい笠島というのは、笠島の沖にある向かい島と私は呼んでいます。そこのですね、石を大石と書いてます。巨石ですよ。大石並びに鳩場、鳩というのは先ほど山井さんの話だったように、あの石を積んで突き出した船が接岸しやすいような、また波を避けるために、高い波を避けるために作るんですね。これを作ってもらって非常に世話になったというような礼状なんです。そしてお金を、一貫銀子一貫目を送るというような労を 願ってですね、これを、みんなに分けてほしいというような文書文章なんです。これもですね、先ほど言ったような非常に相手に対する、先ほどは細川藩だったんですけど、これは黒田藩です。黒田藩は50何万石です。細川藩はその当時は39万石です。そういう家老とですね、対等の手紙のやり取りをしていると、これをもらっているということが分かりましてね、これは、石破が間違いなしに細川ごめんなさい、笠島人魚の土地であったということが分かります。このね、今日も来ていただいたんですけれども、高ん坊山のこの私が入るときは毎年許可をもらって入っているわけです。人の土地ですから、あの前に山火事がありましたね、本島の。ああいうことになったら大変ですからね、勝手に入ってもらったら困るわけでして、むしろ私たちはね、夏入れない、蜂や蛇がおる、これは私はありがたいと思っています。勝手に入ってね、こういう大事なところを汚してあげても困ります。そういうわけでですね、この文書というのはですね、大事なところだって、今でも高ん坊のここはですね、笠島人名たちの領地なんですよ、今でもですよ。だからこの文書とその文が合ってくるわけです。そういうようにですね、私たちはこの石切り場が本当の石切り場であると、間違いなしに大阪に運んで石切り場であるという証拠探しを今までずっと続けてきました。で、今度はですね、この測量によって石がどのように下ろされてきたかということが分かってきました。それからさらにですね、今日もおいでいるんですけど、研究者の中にですね、この石を割る場合に矢穴という穴を開ける話しました。これはですね、拓本取ったとこです。上から拓本取るとこの穴が開いてるんで、石の目が開いています。これを横にするとこういうかなります。横の深さはこんだけあるんですね。このような石割りの状態を調べてやろうというような声が出ておりまして、私たちは非常にありがたいことです。だから石場でも単なる石場であったりだけなし、総合的にいろいろな調査をすることによって、よりこれがですね、正確なものになっていくという立場を取っているわけでして、今日皆さんに集まっていただくのは、私たちは、このように、年寄りグループだけの道楽でなくて、これがですね、郷土の、これ丸亀だけない、これは郷土の、またある意味で大場に言ったら全国的な石場のね、非常に貴重な資料が丸亀にあるんだということを見ていただいて、知っていただいて、皆さん方の子どもさんたちにも十分お伝えいただいたら非常にありがたいと思っています。以上でございます。これ実はですね、先ほど言った向かい笠島の話が出てきたでしょ。向かい島のですね、笠島には、はい、笠島には、三宅さんという方、亡くなったおじいちゃんがおりまして、それが昨年ここ向かい笠島に行きますとね、石を取った見事な穴があるんですね。取った跡があるんですよ。で、この石がですね、もう一つ出ませんか、石のせたやつ、これこの石がですね、先ほど石には指紋があると言いましたけれども、この石の上に石が乗ったの分かりますか。なかなか判別しにくいでしょう。実は後ろに乗った石がこの本島の笠島の石なんです。これを向こうに持っていきましてね、
それで江戸城の二の門の前に陳列する石の上に載せたんですね。これ指紋のごとくきちっとあります。対比率を取りますと、一緒にいた江戸城で工事していた人は見事やなと思うぐらい対比率も合うんですよ。そういうわけで今まで江戸城では瀬戸内のどこかの島からと言っていたんですけれども、この一つによってでもですね、この本島の石が劣るというのが分かります。そしてこのね、これはあの江戸城二の丸の横の 石組みですけれども、この一番大事な墨の石、墨石と言いますけども、これがですねほとんど瀬戸内の石で、これしかもこれ層から見るともう本島ないし、その近辺、おそらく本島と思ってますけれども、の石が一番大事なところに角石として、墨石角石として使われております。で黒いのは伊豆の安山岩です。それから茶色いのはですね、和歌山県の曽根石という串本のそばにある石です。うん、茶色いこういう石ね。だからこのようにですね、我々丸亀の本島の石は江戸城いてでも墨石の一番いいとこできちっと座っていて、頑丈にこの石垣を守っているんだという、これ見ることによって非常に嬉しくなりました。はい、38トン、これは石が38トンあるんだそうです。一つ一つがね、これがおそらく今言う向笠島の巨石を運んだ、大石を運んだという文字が出てくる分と一致するんじゃないかと思っています。これは今のところ思っているんですよ。おそらく間違いないと私は思うんですけども、そういう段階ですけども、こういうふうに夢はどんどん広がるし、一つ一つのものはどんどんつながっているということはよくわかります。はい、すいませんでした。ありがとうございました。まだ現在調査の段階ですので、まだ資金の関係で、まだ調査できておりませんので、市の方のまたご援助をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。それでは今から、質問をできれば3名ぐらい、お願いしたいんですけど、もしあれば、よろしくお願いいたします。できれば住所と名前を聞きたいんですけど、どうぞ。どなたかありませんか。はい、はい、はい、どうぞ。すいません、ちょっと住所と名前その、もう簡単で、はい、田北町山西和夫です。はい、どうぞ。ただいま、丸亀城の何て石の会ですか、調査研究を報告していただいて、今まで未解明の部分が鮮明に、映し出されたことは誠に喜ばしい限りです。本日はいろいろな貴重な報告ありがとうございました。ところで私、数年前まで丸亀城のガイドをしとったものですが、市街のものですが、他から観光客にですか、訪問されると、この丸亀城の石はどこから一体運ばれたんでしょうかと、よく質問がありました。ちょうどここから見える天守閣から北を指して、あの辺りの白浜の島々から石が運ばれたんだということを、勉強不足だったんですが、今さら、そういう方だ、そういう訪問 の観光客ですか、お城を訪ねた方に申し訳なくなく、皆さんの、調査のご苦労いろいろと聞かせていただいて、貴重な体験ありがとうございました。以上です。はい、ありがとうございました。向こうか、どなたですか。あ、どうぞ。またお名前。丸亀市の古前と申しますが、はい、私こういうことは非常に知識がないもんですから、単純に教えてください。瀬戸内海の島の中でも石切りをしている島がたくさんあると思うんですよ。で、この江戸時代にですね、標高130メートルぐらいのラインから切り出すというのはこれ非常に無謀なこと で、海岸線で石を切ったり、もっと海岸線に近いところから石を切ってる上のが多いと思うんですよ。なぜ本島はこういうところで掘ったのか、他に石が出なかったのか、それとも当時徳川幕府はね、それぞれの諸藩、土佐大名が大きくならないように抜粋的にいろんな工事とかさせてますよね。それもその一端だから、
本島においても逆に他にもっと簡単に石が出るとこあったのに山の奥の方の土地で掘らしたのか、それもし何か情報がありましたらお願いいたします。いいですか、いいですか。はい、わかりました。今の点も非常に大事な点です。と思います。実はですね、向かい笠島の話しました。これは海岸のすぐ近いですからすぐ下ろせます。これはやっぱり国田郡大きい大名というのはいい場所を取るんでしょうか。で、それに対してその細川というのはですね、築城の技術も非常に優れておりました。それだけ石も方々から集めているわけ、伊豆からでもあるし、ここもあるし、大阪の方もあるし、いろいろあるんですけども、ここはですね、一つは200メートルの高さあって、海岸線もだいぶあると、ですけどもね、一つはこの傾斜を利用して下ろすということに非常に大事なところで、ここは傾斜地が非常に海岸近くまで行くという、非常にいわゆる運送しやすかったということも一つの理由であったというと思います。それから築城石は石の質が非常に大事になってきます。なんぼ取りやすくても柔らかい石、割れやすい石、これは全部排除します。そうするとこの高んぼ山の西斜面のはね、本島の中でもいい石の取れる第2番目のいい石の取れるところです。そういう石の質がいいということで運び出しやすいということと、それから山井さんの話したように最後のところには石場の最後のところは必ず砂浜があると。これは干潮の時に船をそこまで出し取って、そして引き潮の時に石を積み込んで、満潮になるとその、水面の上がるのを利用して運び出すというところで、が条件になってきますけど、距離はちょっとありますけども、傾斜のこと、それから海の近くであったこと、それから石の質が良かったこと、いうそういうことの条件がこの高んぼの採石場が成立した一つの理由だろうというように判断しております。これを見たら分かるんですけど、これ海岸近くのちょっと山の中へ入ったところにあるんです。大きい藁を切ってそのまま捨てられている。どうしてこれ捨てられるというわけかよく考えたら、ここほとんど平地にあるんですね。こう割ってもね、今度乗せたり切ったりするときにものすごく困るわけです。それでそのままもう切ったものの矢穴を入れたものをそのままやりっぱなされてる。やっぱりだからある程度傾斜面でやった方が作業が非常にしやすく、急斜面ね、今みたいにクレーンがあったら上も上げられるけどね、昔はクレーンなんか上上げることはもう全然できない。下へ下ろすこと、下ろすことはできるけど、それを利用してやってる。だから今でも大きな岩でこれこのまま残っています、海岸の一番下側に。そういうあれで非常に、だから我々この砂浜があってある程度の角度があったら、あ、ここは石切り場でないかなってことが思う。他からも分かるし、大体分かってきました。羊石島なんかはもうすごいところにその岩の上滑らせて、岩のところに跡にごつい殺した跡がついてます。だからあんまり遠浅でもいかんし、非常にまあ本島の海岸ぐらいがちょうどいい。そういうことは現場の調査で分かってきました。以上です。もう一人聞いて、もう一方、どなたかおりませんか。はい、高田さんどうぞ。所有権、一種のね、所有権ということについてね、なんか検討されたことあるんですかというのはね、本島は任命制で、まあ、島の門にお金を払ったかどうかと、小沢さんや何やね。それともう一つは、和州さんがね、池田家ですわね、まあ、その当時誰が漁師だったか知りませんけど、小沢家から手差しがちょっとね、しにくいですわね、全然考えて。そういう時に、医師としての対価はどういうのだったかというのと、吉田家文書はいつ石の会の人が発見したのか聞きたいと思います。この頃幕府から石の取ることに関してはところ嫌わずで、どこでも取ったらいいという幕府からもう命令が出とったんです。どこでも見つけてきればそれでよかった、そういう対価とかそういうことをはってないと思います。築城石に関してね、
吉田啓文書はですね、先ほど言ったように非常に嬉しいわけでして、これはですね、今日おいでになります大家さんが、吉田家の、ご子孫なんです。でその方が非常に柳郷里の中にきちっとですね、ご先祖伝来の文書を保管してくれておりました。これをですね、今、本島の金盤所へ置いております。そういう非常に貴重に出して、これは、場所を言うたら本当はいけなかったんですけども、まあ、この文書なしになるんですよ。だからこれは今から非常に保管をきちっとせないかんわけです。これをですね、もう近いうちにきちっとした保管場所を決めてですね、していただけられると思いますけども、この文書はですね、実はこれを石場を調べて決め手がないと私たちは言っていたんです。つまり地元の文書がないということを言っていたんです。地元の証明するものがないと言っていた。それをですね、ある郷土史家がそれを聞きましてね、実はこういうものが文書が集まったところがあるというので、それを見せてもらう、そのたくさんある文書の中の医師と関係するところを拾い出してみたら出てきたわけです。これは黒岳文書、吉田家文書、それから当時は幕府 の不審奉行のある小堀遠州との関係、小堀遠州の手紙もあります。そういうものが非常に貴重なものとしてね、出てきた。これがですね、私たちのこれを証明する大きな元になったということでございます。まあ偶然といえば偶然ですけども、非常にありがたい協力者がおりまして、そういうことが分かってきました。ありがとうございました。はい。そしたらあとございませんでしたら、一応これで閉会させていただきます。一言もありました。私たちはですね、今のところは4人のグループです。で、準会員の方が何人超えてますけれども、あまり広げていません。なぜか言いますとですね、非常に危険です。あそこ行きますと、先ほど言った虫や何やの危険だけなしに、石とか崖とかそういうのがありまして、あんまりこれは現在の時広げられないというようなことですって。その中でもですね、非常に現在活躍してきているのが後ろにおる山下さんです。山下さんは刻印探しの名人みたいなもんですね。いわゆる犬がですね、餌を探す異常に刻印探すの名人。この山下さんの力がね、この刻印を見つけてきた大きな力になっています。若い人は非常に素晴らしいと思います。はい、ありがとうございました。それではこれでまた今日のお話を何かの参考にしていただいて、利用していただければ幸いと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。